ニンニクの。どこ？あ、そんなあんの。東向き商店。こっち？北？東。へえ。あ、そうなんや。なんかおしゃれなお弁当屋さんがある。もしかして今日閉まってる？せや。で、水木休みね。ねえ。ご飯ここ、あ、いいだ、あ、安い、800円や、青空ってね、あ、めっちゃ綺麗や、なんか奥行く、ずらそうか、これだけで十分やん。いただきます。こちら、イタリアンみたいな感じ、フランス料理みたいな、さっきの話しました、あ、戻る？ちょっとかでお茶する？ちょっとどころじゃないよ。青。渡りきれるか。Thank you.
ちょっと部屋見て出る感じだ。いや、そうでもないんじゃん。あ、やってるよ。河原埋めてんのかな、猿田彦神社ってほら、書いてある甘茶って漢方だ。すごくない、八つ目うなぎ。やだ。こんにちは、手作り一応しております。並んでください。なんかここって基礎が見えるとこじゃなかったっけ？建物。前、あの、あれ。あー、匂います、ね、こっち買うの。あの、ブラタモリかなんかでやっとったよね。ああいうのあっていいよね。匂、うん、いがするんだよね。そうね。ママ行ってみたらおすすめ。すごい綺麗。ねえ。明日の。お迎えの時に放送すんね。やってたやってた。3人ぐらいで。やってたやってた。
あ、なんかすごい匂いがする。あ、キモクセイな。キモクセイやな。階段ネタ多いな最近。ほんまに。腹が張って、これぞユーチューブ。ちゃう、ちゃうやろ。これはちゃうよ。こんなの下手でちょっと予約しないと無理かも。あれぐらいなんで。じゃあ2週間早いな。もうちょっとですかね。綺麗なとこが、あっちが。そうなんや。また来ないか。全然綺麗やな。あ、これぞ奈良のお寺って感じやな。結構いいよ。しんどい。汗がすごいけど。いや、いい。パパの汗。いい。臨場感っていいよ。あ、すごい。彼岸板。彼岸板。映ってないやろな、これ。ほんま。ビデオは。でもさ、いいやろ、これ。ママのおすすめの。しんどいやん。マニアックすぎるわ。絶景でした。ママの秘密の場所。あ、秘密の場所ね。変えると設計です。上の方は広いよね。不動明王、池がある。そうな。あれか。万葉集出てくる。大人のハムギアン世界や。椿やから真冬やな。12月、1月ぐらいかね。全部万葉集やって、すごい、なんか歴史が、歴史を感じます。今これはコロナの影響止まってんのかな。しちゃある。中入れんの歩道、
どこで上がるのに、まあ、安全靴を脱がないかな。これはいいな、縁側久しぶり。高かったやけど。あれは井戸かな。こう一望できるね。ケアは普通ね。今はいかない。すごい、お花の寺って感じ。国鉄指定でもすごい。国鉄指定って長かった。すごい。
おしゃれカフェやね。クラウドかな。え、あ、そう。ジェラートだ。暑いからね。ジェラートに飲み物とかないのこれ。そうそう、ね、なんか飲み食べてます。飲み物あのコーヒー。全部で1000円するよ。なんかね。やったらセットで1000円。ちっちゃい、うん、お、あ、めっちゃ人おるやん。これは、これはすごい。はいはい。うん、本当や。チョコレートケーキもおいしそう。で、髪の毛に入れてたらあっちのがええんちゃん豆乳、実はもういいらしい。豆乳飲んどこうかな。